はい、昨日我慢できなくて、怒りの動画を上げました。いろいろ考え方を改めなきゃなっていうきっかけにもなりました。僕はまだ賛成と、どうにか変わってほしいとかね、っていう気持ちがあったんですよね。だからあとは党員の方とか今支持している人たちにも僕がふざけたりとかしてですね、煽ってですね、ちょっと変だなって気づいてほしいから、ああいうふうに注目を浴びるようにやってた節がありますよ。うん、もちろんそれは一つのやり方だから、これからも落ち着いたら継続したいなと思うんですけど、もう目的が完全に変わりました。参政党が、なくなってほしいと思うので、それに向かって、やっていきます。で、そんな中でですね、皆さんも声上げてほしいなと思ったんですよね。それは、いろんなツールがあるから、もちろんやられてる方もたくさんいるんですけれども、一人青空の玉手箱さんって方がですね、顔出しで動画出してくれました。本当にありがとうございます。で、あなたと思いは本当一緒なんです。応援してた立場だから、うん、だから責任感じちゃいました。うん、で、武田先生もやっぱりもっと注意喚起をねすべきだったっていう、一生懸命やってくれてましたけれども、それに僕らも続かなきゃいけなかったと思うし、で、あとそのゴールドキーチャンネルさんって方のライブ配信を見た時にですね、その批判するしに来る人もいるわけじゃないですか、賛成と支持してる方たちから。で、そんな中で、ゴールドキーさんが、顔出ししてね、何のリスクもない匿名でやっているやつの話なんか聞かねえよと、だったらおめえが YouTube 顔出ししてやってみろみたいなことね、こんな汚い言葉じゃなかったと思うけれども言ってたんですけど、まさにそれだなって俺は思った、常々思ってるから。ただそのコメントに対して、いつも僕のチャンネル見てくれてる方がそれはあんまりだよっていうふうに言ってきて、ただ僕はそこは自分のポリシー通し、ね、押し通してね、本来だったらね、いつも見てくれてるからごめんねって言いたいところだったんですけど、それはすみません。ただ、誹謗中傷やめましょう、匿名で。ただのその市販工作員だなんだっていう、なんて言うんだろうな、うん、同じ土俵に立つのやめましょうよ。俺ね、 YouTube でね、なんだお前とかって言われるのも腹立つんですよ、正直ね。てめえが誰だよって話だと思うんで、そもそも俺のチャンネルは俺が自由に発信する場所だからね。うん、そりゃ音が小さいとかこういう風にしたら見やすいよって言われたらさ、参考にする部分があるけど、嫌だったら見なきゃいいんだから、うん、と思うんですよ本当に。ただ本当に同じ土俵に立つのをやめましょう。で、匿名でやるリスクっていうのは、誹謗中傷って、僕のチャンネル登録者が10万人ぐらいいるさ、某ブレイキングダウンみたいなところの友達いるんですけれども、チャンネルよく手伝ってる彼とかはですね、やっぱそうだ言わない方がいい、とかから聞くんですけど、やっぱり誹謗中傷に対してですね、そのいろんな人が開示請求とかしてるケースあるんですよ、 YouTuber の人たちが。そうすると罰せられるんですよ、うん、お金のことだったりとか何だったりとかね。だからそこに関してはリスクちゃんとあるんで、で、批判受ける方もね、何があるか分かんないじゃないですか。今回のことだってそう、まさかこんなことに俺なるとは思ってなかったんですよ。うん、亡くなる方が現れるなんてね、この平和ボケした日本で、うん、まさか、しかも参政党でね。だからそれは自分の認識が本当に甘かった、本当に甘かったから、うん、それは参政党に限らずですよ、うん、あってはならんことだと思うんですね。だから匿名での誹謗中傷っていうのは本当に気をつけなきゃダメですよ、する方も、うん、絶対に。だから同じ土俵に立たないようにやりましょう、うん、やつらが言ってくることってさ、変じゃん、うん、それ客観的に自分たちで分かんねえのかなっていうようなことばっかり言ってくるじゃないですか。うん、おはようございます。社長来ちゃった。今日は社長と吉の絡みをねする気持ちにはならないのではい、まあそういうことです。だからそうだ、青空の玉手箱さん、動画ありがとうございました。紹介しますチャンネルで、はい。なので、勇気を持って顔出ししてね、発信する、うん、こういう風にしてですね、みんな声上げていかないと目覚めないですよ。
ね、冷めなくてもいいかなと思います。だから結局次の選挙で、うん、結果が出るでしょうから、その時に、代表なんだからね、責任を持って神谷が辞職してね、参政と解体すればいいと思います。はい、以上おそばでした。サイコパス神谷よし